騎士を舐めんな。いい感じだね。はん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 。冒険者は冒険しちゃいけない。しっかり守ってください。危なかった。なんだ今。これ。魔石？すみません。ありがとうございます。冒険者の方ですよね。こんな早。ええ。したものじゃあります。そんな悪いですよ。初対。それにこれあなたの朝ごはんじゃ。気にしないでください。私の方はお店が始まったらまかないが出ますから。でその代わり今夜の約束ですよ。ダメですか。わかりました。はい。あけど慣れてきた頃が一番危ないんだ。クリアしたらギルドから素敵な報酬も。特別な依頼が来ているみたいです。ぜひここに来ればいつでもトレーニングを受けられる。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。石を舐めんな。
少しは強くなれたかな。何か困ってることがあるのか。油断しないようにしなきゃ。まだまだ強くなるんだ。神様のためにも。ありがとう、メル君。これからも僕が支えるからね。包丁の女主人。冒険者さん。はい。自己紹介がまだでしたね。あんたがシルの知り合いかい。冒険ほっといてください。これが300バリス、飲み物が200バリス、所持金はドロップアイテムのおかげで4400あるけど、ファミリアのためにも高いはしておきたいから。足りないだろう、今日のおすすめだよ。いや頼んでないですって。若いのに遠慮しなさんな。今日のおすすめ850万。どうです、楽しまれてます？圧倒されてます。ごめんなさい、私の今夜のお給金も期待でき、よかったですね。この店、いろんな人が来て面白いです。たくさんの人がいると、たくさんの発見があって、私、知らない人と触れ合うのが趣味というか、心がうずくというか。結構すごいこと言うんですね。みんなダンジョン遠征ご苦労。思う存分
ロキファミリアさんはうちのお得意様なんです。彼らの主神ロキ様がここを痛く気に入られたみたい。じゃあよっしゃー、アイズ、そろそろ例のあの話みんなに。あの話、あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス。そんで俺、その時いたトマト野郎のいかにも駆け出しのひょろくせえガキが、ね、そいつ、合図が細切りにしたくっせえ牛の血は、それでだぜ、そのトマト野郎叫びながらどっかに行っちまって、うちのお姫様助けた相手に逃げられてやんの。ね、あの状況では仕方がなかったと思います。いい加減にしろ。そもそも17階層でミノタウルスを逃がしたのは我々の不手際だ。あ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだ。おい、ベート、君酔ってるね。聞いてんだよ、アイズ。お前はもしもあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんな自分より弱くて軟弱な雑魚野郎に、他ならないお前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはね。何、食い逃げ。アイズさん、ミワ母ちゃんの店で大されたやっちゃだ。今のは、出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。連投、参ります。強くなれたかな。ヤマトミカト、ただいま推薦いたしました。